皆さんこんばんは、大です。ここはですね、JR 宇都宮駅なんですが、今回は最終に1本だけ運行している宇都宮発大宮行きの宇都宮線普通列車に乗ってきたという動画でお届けしてまいります。宇都宮線上り列車の主な行き先といえば、上野や逗子、東海道線内の各駅なんですが、最終列車だけは上野にすら行かない大宮行きとして運転しています。今回は最終に1本だけ運行している宇都宮発大宮行きの宇都宮線普通列車に乗っていきます。ということで、宇都宮駅の在来線改札口にやってまいりました。今回使う切符はですね、こちらの北海道&東日本パスですね。こちらで早速改札入場していきましょう。今回乗車する宇都宮線上り大宮行き最終列車は10番線から22時42分発ということで、10番線の方に移動しましょう。さて、宇都宮駅の旧10番線にやってまいりました。見ての通り、10番線にはまだ今回乗車する22時42分発普通大宮行き最終列車は来てないですね。この後22時23分頃に宇都宮止まりの列車として入線してくるそうなので、列車来るまで少し待ちましょう。まもなく10番線に当駅止まりの列車が参ります。危ないですから、黄色い点字ブロックまでお下がりください。この列車は4つドア15両です。グリーン車がついております。折り返し22時42分発普通大宮行きとなります。 Stand behind the yellow line. ということで、10番線には22時42分発宇都宮線上り最終列車普通大宮行きがやってきましたね。こちら JR 東日本の E231 系です。 E231 系、 E233 系で大宮って表示が見られるのはちょっと違和感ありますよね。それでは早速、宇都宮線上り最終列車普通大宮行き乗車していきましょう。車内はこんな感じですね。最終列車ということで、ほとんど人は乗ってません。列車発車の1分前には、プロイス発宇都宮行きの宇都宮線上り最終列車が入線してきました。このプロイスからの宇都宮行き最終列車に、宇都宮発大宮行き最終列車が接続するというのになっています。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は宇都宮線普通電車大宮行きです。ということで、宇都宮を出てから19分、
列車は小金井までやってまいりました。宇都宮発車地点で10両や5両の上り普通列車っていうのは、列車によってこの小金井駅で増結を行うんですが、この大宮行き最終列車は宇都宮発車時点で15両ということで増結はありません。ということで、宇都宮を出てから25分、列車は小山までやってまいりました。この小山駅では両毛線最終の桐生行き、水戸線最終の下館行きに接続します。ということで、宇都宮を出てから39分、列車は古賀までやってまいりました。この古賀駅っていうのはですね、宇都宮線で唯一茨城県にある駅なんですよね。宇都宮を出てから51分、列車は東鷲宮までやってまいりました。この東鷲宮駅っていうのはちょっと変わった駅構造をしていて、上り列車が高架ホーム、下り列車が地上ホームとなっています。宇都宮を出てから1時間4分、列車は蓮田までやってまいりました。この駅、普段だったら1分停車なんですが、見てもらって分かる通り、抑止が出ているんですよね。蓮田東大宮間で線路内安全確認を行っているらしくて、そのためね、現在抑止中というわけです。ということで、宇都宮を出てから1時間22分、列車は終点大宮までやってまいりました。持ってきた列車はですね、折り返し回送列車となります。最終に1本だけ運行されている宇都宮線上りの宇都宮発大宮行きに乗ってきた動画はいかがだったでしょうか。最終列車ということで少し乗りづらい列車ではありますが、興味がある方はぜひ乗ってみてくださいね。
ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。